鹿児島市に編入され自治体としては消滅した。中心部は鹿児島市中心部の真北約1 5トルの場所に一致していた。南部の群れ丘を中心にベッドタウンとなっており、合併前から鹿児島市とのつながりが深かった。現在は都心回帰の影響で、旧町域の人口は減少傾向にある。1889年の町村生死工事に、 江戸木の藩正村の区域は、大技となり、本城、本名、宮の浦、西佐田浦、東佐田浦の大技から構成されていた。1991年に、宮の浦の一部より、群岡一丁目から群岡三丁目までが設置され、住居表示が実施されている。廃止時は、発足時の大技及び群岡の区域の三丁町から構成されていた。 これらの町邸及び大技は、鹿児島市編入の際に大技を廃止しその区域に町邸が設置された。また、従来から町長であった群れ岡の区域についてはそのままとされ、鹿児島市本城町、本名町、宮野浦町、西里町、東里町、群れ岡一町目、群れ岡二町目、群れ岡三町目となった。太字の学校は制服が指定されている。 県道16号鹿児島吉田線高速道路主要、四方道調整施行前の1943年まで、村営の電気供給事業が存在した。村内にあった、北札電気株式会社という事業者の事業を、村営化したことで、1928年5月に、始まった。前身の北薩電機は九百二十年十二月の、設立で、本社を、 吉田村に置き資本金は40万円であった。低新章の資料によると事業は1924年3月1日に開業。はじめ本場、本名、西佐田浦、東佐田浦の各地域での供給が始まり、1925年8月に宮野浦にも拡大、尊営化後の1929年5月に、 本名のうちの原収落で供給が始まったことで、村内全般に行き渡った。事業の損営化は、税収入以外の収入減確保と、損害資本による合併、買収防止が目的で、村の特別会計により経営された。村による経営は15年間で、太平洋戦争中の1943年2月1日、廃電党政令に基づく九州廃電への、 事業上都によって集結した。損営供給事業の供給成績は1938年度末の時点で、電灯数1212等、電力供給7 3 6キロワットで、同年度の収支は、収入12,903円、支出13,381円と478円の欠損を出していた。電源は、村内の交付発電所であった。 同所は、北札電気により1924年2月に新設。吉田村、九州配電を経て、九州電力へ引き継がれ、1983年3月には、更新工事を受け出力2 4 0ットとなって、稼働中である。ありがとうございます。